はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員楠田亮でございます。インコ様、チビヨーダ様、ポノリン様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。ありがとうございました。各地で記録的な降雪、大雪、国鉄札幌駅封鎖になっちゃったみたいであります。札幌ってあんまり雪降んないですけど、まあ、一晩で50センチぐらい降るとですね、電車が動かないということで国鉄札幌駅封鎖だそうでございます。皆様の地域はいかがでしょうか。足元とタイヤには十分ご注意ください。地球温暖化ガーって言ってる商売の連中、息してっかな。あ、二酸化炭素ガー、温暖化ガー、寒いじゃねえか、めっちゃ。ツイッターでですね、各地の大雪の画像映像見れますね、いっぱいいっぱい。雪から首だけ出して体は全部雪に埋まっちゃってわっさわっさ走ってる柴犬映像に朝からほっこりしておりました。なんだ、もうテレビいらねえじゃんこんなね。現地に、いる人がですね、即席の記者になって、画像映像を上げてくれるんじゃテレビいらねえですね。20年間テレビないっすけど全く困りません私。今年予定しているですね、NHK 受信料滞納者への電話督促件数は11万件。これ前言ったと思うんですけど、まあ何人でやってっかわかんないですけど、毎日毎日そういえば300件以上の督促電話をかけるんだな。何人でやってっか知んないですけどね。11万件、365日、1日300件以上はやんないと。滞納件数は122万件なので、まあ、毎日4000件以上電話かけないと122万件には電話督促できません。まあさすがにそれは NHK 帝国といえども無理なんだな、1日4000件はな。もっともっと増えたらどうなるのかね。1000万件滞納、4000万契約のうち1000万世帯が滞納をかましたらギブアップじゃね。 NHK、産経新聞記事です。ロシア軍のウクライナ侵攻が発生した場合、法治、自由、民主主義を共にする G7 と強調してロシアの制裁することに日本政府決定したそうであります。まあここで何もしないとですね、人民軍が尖閣諸島攻め込んできても、まあ、G7 の支援が期待できなくなると判断したんでしょうか。まあメインの米国ですかね。米国もロシアを制裁するし、なんかね、ロシアがドル交換できねぐしてやるなんて言ってたらしいですね。まあまあ日本もですね、法治、自由、民主主義の価値観を共にする G7 とですね、行動を共にしないとということらしいであります。内閣官房、外務省、経産省が中心となって金融制裁やら輸出規制などの制裁手段を選択中だそうであります。まあ、具体的に何やっか検討っていう段階に入ってきてるんですね。ネットの反応です。ロスケと呼ぶ時代が再び来るのか。これあれですよね、国によってなんか罵倒する言葉が、面白いなーって思うのはですね、イタリアはイタコって言いますね。アメリカはヤンキーですか。で、あとは横の国とかジョンとかね、中の国なんかはチャンコロって言いますね。あと罵倒語といえばイギリスはなんて罵倒するんでしょうか。よくわかんないな。なんでロシアだけロスケなんだろう。これ謎ですよね。勝ち馬に乗ればいいよ。ちょっとセイロガン買ってくるわ。どざくさ紛れに北方領土奪還。買い取ってもいいな。
他の経済制裁ですげえ貧乏になっちゃったら北方領土売らない？っつってですね、1棟1兆円ぐらいで売らないか、あつって買い取るといいかもしれないな。まあ、島にはですね、そんな経済的価値はないんですけど、あそこの海域がね、カニとかエビとかワンサと取れるらしいんで、それで元取れんじゃねえかなと思いますけど、今のウクライナは明日の日本だから当然、まあね、今時一方的な侵略なんか武力侵略なんか許せっかっていうことですね。これね、ああいいよいいよ、遠いから勝手にやればみたいな感じしてっとですね、日本もやられた時に他に助けを求められなくなると、資源攻撃で欧米諸国の連携乱れてるね。なんかドイツとかね、ロシアからしこたまガスとか買ってるらしいんで、制裁、息の根止まるほどの制裁はためらうみたいなところがあるみたいであります。ヨーロッパはガスを人質に取られてるから、ロシア相手に経済制裁しても実はあんま効かない。日本はそもそもロシアとそんなふうに経済的結びつきないんで、日本がですね経済制裁してもですねあんま効かない。実のところ制裁選択はですね、内閣官房、外務省、警察庁が中心ってなってましたけど、防衛省は？防衛省はそれに混じってないのか。北方領土を占拠されているですね、帝国は他の国よりも猛烈に制裁すべきでは？これ幸いとばかり。北方領土占拠されちゃってるんだ。自衛隊のですね、3割でもですね、北海道に移動させたらすげえ牽制になりますよ。ロシアもウクライナ攻めてる場合じゃねえなってちょっと考えかと思います。日露貿易の実情なんですけど、ロシアが日本から車両や機械類を年間6000億円ほど買う。まあ6000億円のうちの半分ぐらいが車、新車、中古車、自動車部品でした。そんで半分がですね、建設機械と機械類、まあ、機械類っていう何のことなの、工場で使うからくりなのか分かんないですけど、日本はロシアからですね原油、ガス、石炭なんかを 1.3 兆円ほど毎年買う程度であります。してみた日本、日露貿易は日本が赤字なんだわな。まあ、こんな感じでですね、世界の手前ですね、まあ、制裁しましたってポーズは必要ですよ。これ幸いとばかり、他よりもですね、めちゃくちゃ制裁したらどうなんだろうな。原油、ガス、石炭は他から調達可能、おめんとこから買わねえっていう制裁できますね。で、よそからね、アメリカから買えばいいんじゃないの。今アメリカ2015年のオバマ政権で輸出 OK ってなりましたんで、原油の輸出国になっております。で、サウジアラビアのいて世界一の産出量になってますから、アメリカから買ってやればいいんだねえの。今日2月7日は北方領土の日であります。中国は尖閣を欲しがってるし、韓国は竹島を不法占拠しているし、北朝鮮は日本人1000人も触って返してよこさねえし、ロシアは北方領土と、帝国の周辺諸国は世界にも稀なる泥棒国家、ろくでなしばっかりだと思いませんか。平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意なんて憲法全文に書いてありますけど、平和を愛する諸国民、そんなもんどこにもいねえですね。少なくとも帝国の近くには一つもないであります。中韓、北、ロシア、ドイツもカイツもろくでもねえ泥棒ばっかりであります。それにですね、安全と生存を他国任せにすると決意したなんて言われることがあって書いてあって恥ずかしくないのかな。いくらなんでも他力本願すぎますよね。
これね、作文した GHQ はですわ、GHQ はですね、俺らには公正と真偽あるって思ってたんだろうけどね、この公正と真偽がある諸国民は自分らのことを想定して GHQ は作文したんだろうけど、まあ、憲法についての靴沢案なんですけど、これ昔から言っておりますけど、当面の措置として憲法停止を閣議決定するこれ法的に可能です。別に議員の3分の2と国民の過半数の同意得なくてもこれ可能です。当面の措置と言いつつですね、外国人生活保護みたいに何十年もやってりゃいいんですよこれね。イギリスには憲法がないことをご存知でしょうか。イギリスと日本はですね、まあ、共にですね皇室王室をいただく、歴史が長い島国海洋国っていうのが、まあ、共通点ですね。あとですね、君臨するでも統治せず、権威と権力が分離しているっていうのも実現できてますね。日本は1185年鎌倉幕府成立、守護を置いて権力を持ってきた。そこから君臨すれども統治せず、イギリスは1688年名誉革命で、君臨すれども統治せず実現ということで、まあ英国がやれて帝国ができないことなどないんだよな。英国は憲法なくても別に普通にやってるしね、やれてるしね、帝国ができないわけがない。日本で古くからは憲法として機能してきたのが勅、天皇のお言葉であります。例えばどんなものがあるかっていうと、まあ17条憲法って名前がついておりますけど、あれ確か推古天皇の名前、お名前で出たもので勅ですね。みんな仲良くせえよ、和をもってってやつですね。万機公論に決すべし、父母を敬い、友を大事にしましょう。これ教育直後ですね。こんなんで十分ですよ。今の言ってて恥ずかしい憲法もうやめましょうよ。停止しましょうよ。これでいいからさ。父母を敬い、友を大事にしましょう。勉強して社会に役立つ仕事に就きましょう。教育直後、これでいいですよ、もう十分。まあ異論は認めますけどね。立憲共産社民令和の政策合意を仲介するほど左翼界隈で力を持つ山口二郎法政大教授、まあ昨日も話題にしましたけれども、前世は蛇かなんかかなっていう面してます。石原慎太郎の訃報を聞いて改めて、彼が女性や外国人の多くの人々を侮辱し傷つけたことを腹立たしく思うと投稿してしまいました。長島昭久衆議院議員、こういうのこそヘイトスピーチというのではないかと批判。山口教授、長島昭久は無節操で無知、ヘイトスピーチを垂れ流した石原慎太郎への私の批判がヘイトスピーチとは聞いて呆れるなんて言い返しておりましたけれどもね。ネットの反応です。日本には死者を蔑む文化はない、恨みがすごいな、信じられない人間性、山口二郎の平常運転、批判じゃなくて呪詛、呪いの言葉ですか。人間の闇が見える、人相と人間性が一致している。最悪じゃねえか。自分が差別主義者だと気がついていない愚か者。だからバカ左翼は嫌われる。まあ、評判散々ですね。亡くなった人にね、亡くなったばっかのね、悪口言う人いねえわね。仮にですね、亡くなった方、鬼のような人間だとしてもですね、普通の日本人なら控えますよ。ヘイトスピーチを垂れ流した石原慎太郎って断言しちゃってるけど、それ決めれんの裁判所だけだから、山口二郎じゃないから。なんかいい年して裁判官ごっこ、みっともない、かっこ悪い、
彼が女性や外国人など多くの人々を侮辱し、傷つけたことを腹立たしく思う。で、外人と女性なんか、お前全く関係ねえだろ。当事者じゃねえだろ。無関係では？それでも何がやって、日本人ぶってっけど、本当は外国人なのがおめえや。いう疑いがちらほら。日本国内の一部からそういう声が上がってますね。私なんですけど、その一部っていうのは、まあ、議員と違って教授には国籍条項ないからな。本当は外国人かもしんねえな。日本人ぶって。日本人の名前なのって。日本語使ってますけど。まあね、こいつはね、今後一生ですね、石原さん死去の時に、こんなこと言ってたやつって言われ続けますね。言われ続けるとええよ。っていうか、俺は言い続ける。俺は言い続ける。山口二郎ってこんな人ですよ。日本人はそういうの大っ嫌いだからね。それともですね、嫌いな日本人に嫌われたくて言ってんのかな。まあそんなのね、全然ね、心配には及びません。大丈夫ですよ。もうすでに山口二郎は日本人から十分以上に嫌われてますからね。大丈夫です。そんなね、上書きしなくてももう十分一生言われる。石原さんの時こんなこと言ってます。一生言われる俺にという感じであります。隣の部屋で工事やってるらしくてやごましいんですよね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。